りさ、この前世界の空港評価ランキングって記事を見つけたんだけど、羽田空港が世界2位なんだってさ。そんなに素晴らしい空港だとは知らなかったよ。ええ、そうなのか。世界のハブ空港と比べると規模はそんなに大きくないし、海外から見て利便性もまだ課題があると聞くけどな。なんか空港の清潔さとか快適さが評価されたみたいだよ。ああ、なるほど。そりゃそういうのも大事な評価項目だよな。都心からのアクセスがぐっと便利になる計画もあるし、これからも頑張ってほしいぜ。そうそう、羽田空港といえば、その拡張工事で活躍した素晴らしい技術も知ってほしいところだ。見てくれよ、この海面から伸びるピカピカの足、すごいだろ。わあ、空港の下ってそんな風になっていたの？まあごく一部の部分なんだけどな。でも、環境への影響も考慮したこの桟橋のような滑走路は、土木学会技術賞も受賞している、日本の海洋土木技術の傑作だぜ。というわけで、今回は羽田空港の D 滑走路を紹介させてもらおう。ゆっくり土建図鑑。とりあえずは羽田空港拡張の歴史について軽く紹介しておこうかな。まず空港が位置するこの多摩川河口付近のエリアだが、もともとは江戸時代後期に新田開発を目的として干拓、つまり水を排除して陸地化された土地だ。明治時代になると鉄道も敷かれ、運動場や海水浴場、競馬場も設置されて一大観光地にもなるんだが、1931年、この広大な臨海地域の東側に日本初の国営民間航空専用空港、東京飛行場が開港する。これが羽田空港のルーツなんだ。この空港は当初から国際飛行場としての役割を期待されていたこともあり、開港から7年後の1938年から39年にかけて、倍以上の長さの滑走路2本が十字形に整備される最初の拡張工事が行われているぜ。それでも国内の主力空港としてはなんかまだ物足りないね。まあまだ戦前だしな。ここから一気に拡大するのは戦後、1945年からの GHQ の管理下にあった時代だ。当時米軍からしてみれば随分と小さな東京飛行場は、羽田エアベースと呼ばれるようになり、地域住民が強制退去させられた上で、かなり大規模な増強工事が行われたぜ。おお、めっちゃ急拡大してる。住民を退去させて好きに開発できたからこそ、これほどの大改造が成り立ったんだろうな。連合国軍支配下の羽田エアベース時代は、1952年の大部分の施設返還と、1958年の全面返還をもって終了し、この頃に現在の正式名称、東京国際空港となるわけだぜ。その後は経済の発展とともに旅客需要も増加し、A 滑走路の隣に C 滑走路を増設して、B 滑走路も沖合に延長する大工事が行われる。ただそれでも羽田空港だけでは航空需要の急激な増加に対応できず、1978年に新規に成田空港が開港したんだ。成田空港ができればもう大丈夫だね。これで羽田空港の開発も一段落かな。それがそうもいかなくてな、激しい反対運動もあった成田空港は拡張が困難で、さらに当時は航空機のジェット化に伴って、騒音問題も大きな課題になっていたんだよ。だから結局羽田空港の増強は必要だし、同時に騒音対策も要求されていたんだ。そこで1984年、施設を大規模に沖合へ展開する、東京国際空港沖合展開事業が開始されたんだぜ。沖合はもともと軟弱な海底地盤の上に、都心の建設残土や東京湾で掘り起こされたヘドロが捨て込まれていて、空港としての強度を得るには非常に難しい地盤改良工事となったんだけど、2000年の B 滑走路移設をもって、現在の ABC 滑走路のレイアウトが完成したんだぜ。へぇ、さすが主力空港だけあって常に拡張され続けてきた歴史があるんだね。そしてここからさらに発着能力が増強されて、2010年から供用され始めた最新の滑走路が、この D 滑走路だ。ここではそれまでの埋め立て工事とは全く異なる技術が導入されていて、とっても興味深い建設プロジェクトだったんだぜ。さっきの桟橋のやつか、今回はこの部分を掘り下げてくれるんだったね。では D 滑走路の構造から話そう。人工島は B 滑走路とほぼ平行に作られていて、多摩川の河口付近の約3分の1が最初に紹介した通り桟橋に、残り3分の2は通常の埋め立て地になっている。人工島の全長はおよそ3000メートルだから、約1000メートルが桟橋、2000メートルが埋め立て地だな。こういう埋め立てと桟橋のハイブリッド構造の滑走路は国内では類を見ない挑戦的な仕様なんだぜ。しかしなんでわざわざ桟橋で作ったんだろう。それは多摩川の流れを阻害しないためだ。河口部でしっかり通水性を確保しないと、上流で洪水が発生するリスクもあるからな。環境への影響も考えると、河口の真正面に埋め立て地で人工島を作るというのはさすがにまずいわけだ。だから初めから全部埋め立てるなんてことは考えていなくて、桟橋埋め立てハイブリッド案のほか、全領域桟橋案、メガフロート案という工法を含む3工法でどれを採用するかが議論されていたんだぜ。あれ、メガフロート案って一体どんな計画なの？内部が空洞の浮遊構造物を文字通り海に浮かべて島を作る計画だ。
これはかなり前から造船会社が採用を目指していて実証試験も行われているし、建設費、維持費、工期についても他の案とほぼ互角だったんだぜ。国交省が設置した工法評価選定会議でも、3つの工法は全て施工可能だから、その選定も含めて受注者に全て任せようということになったんだけど、メガフロート案を計画するグループは建設会社の協力が得られずに入札への参加を断念することになったんだ。まあこれに関しては、世界的にも実績のない仕様だったから前向きになりにくかったのもあるだろうけど、造船会社の儲けが大きいメガフロートが採用されては、建設業界からして面白くないし、政治的な敗北だという指摘もあるな。巨額のお金が動くプロジェクトだし、政治的な事情もあるよね。メガフロートもロマンがあっていいと思うんだけどな。日本の造船技術を活かしたメガフロートも見てみたかった感があるけど、この桟橋構造もまた日本の技術が詰まっていてとっても面白いんだぜ。まずこの脚部の材質、構造用鋼材の表面の一部をステンレスで覆う、ステンレスライニング仕様となっているんだ。あれ、綺麗なのは一部分だけなんだ、しかも表面だけか。というか何のためにステンレスにしてるの？目的はズバリ腐食対策だな。ステンレスというのは一般的な鉄鋼材料である炭素鋼と比較してクロムが多く添加されていて、厳密にはクロム含有量 10.5% 以上のものを指すんだけど、このクロムが表面で酸素と結びついて不動体被膜と呼ばれる保護膜を形成するから、錆びにくいし腐食しにくいんだよ。ただしクロムは炭素鋼よりも価格が高いわけで、これを添加するステンレスのコストは当然高くつく。そっか、だからステンレスは最低限のところだけにしたのか。その通り、しかも D 滑走路で導入されたのはステンレスの中でも特別で、スーパーステンレスと呼ばれるものだ。これは通常のステンレスとは異なり、クロムよりもさらに価格の高いニッケルが大量に含まれているんだよ。まあ一般的なステンレス鋼でも、ニッケルを含有させた規格のものはごく普通にあるが、スーパーステンレスはその含有量がさらに多くて非常に高価なんだ。これは海洋構造物以外でも、火力発電所の煙突内面など、超過酷な環境で活躍しているぜ。ちょっと、発電所の煙突の内側で使うようなものってやりすぎでしょ。オーバースペックなんじゃないの？ずっと海水中にいればまだいいんだけどな。厳しいのは海水面から上の部分で、波が衝突して海水の飛沫にさらされる飛沫帯という領域なんだよ。ここでこのグラフを見てほしい。これは金属の腐食速度と表面についた水の厚みの関係だ。見ての通り、分厚い水膜に覆われた状態とか、ほとんど乾いた状態よりも、1ミクロン程度の薄い水膜の状態が一番腐食しやすいことがわかるな。飛沫帯では、常にこの薄い水膜に覆われることになって、非常にシビアな環境下に置かれるわけだぜ。だから飛沫帯の腐食対策は、海洋構造物の設計において重要で、D 滑走路の桟橋もその部分を狙ってスーパーステンレスの被覆が施されているってことなんだ。スーパーステンレスについては、実際に海水のシャワーを4年間吹きかける試験が実施されていて、その結果がこれだ。通常のステンレスは錆が生じているけど、スーパーステンレスは全然綺麗なままだぜ。本当だ、性能はピカイチだね。ただ、普通に防食用の塗料を塗る方法でも十分な気がするな。確かにそれもよく使われる方法だな。でも防食塗料は寿命が短い。例えばエポキシ樹脂ライニングは30年に一度の再塗装が必要と考えるとランニングコストが高くつくんだ。羽田空港 D 滑走路は100年の耐用年数が要求されていたんだけど、そこまで長期間の運用となると初期コストが高いけどランニングコストが低いスーパーステンレスが最適解だったんだよ。それに日本って高性能な鋼材を作るのは得意だしな。さて、ではこの特別な桟橋をどのように据え付けたのかという話だが、あらかじめ約200基のテーブル状の構造物を組み立てておいて、それを丸ごと現場まで運んで設置しているんだ。もちろん規則位は別工程で現場に打ち込まれている。長さ約80メートルの鋼管をおおよそ1200本打設する、これまた気の遠くなる作業だな。そして、ユニット化された桟橋は、この規則位に差し込むように据え付けられるんだ。巨大構造物の足を規則位の位置にちょうど合わせ込むのはなかなかに難しいんだけど、杭内部にカメラを設置するなどして丁寧に施工されているぜ。そっか、ダイナミックな工事ではあるけど、据え付け工程自体は思ったよりシンプルだ。ああ、工期を短縮したいのはもちろん、近くでは航空機が離発着しているし、船舶の航行だってあるから作業はコンパクトにしたいわけだ。だから桟橋を据え付ける基準基線についても、高さの低いものが採用されている、多くの制約の中で大規模工事を効率的にこなしているわけだ。結局この工事は、工期を守り抜いて綺麗に完了。D 滑走路は2010年10月に供用が開始されており、これによって羽田空港は成田空港に任せていた国際線の定期便も開設、再国際化を果たしているんだぜ。工期を守れなかったり、完成してもあまり役に立たなかったりする事業もたくさんあるけど、これは大成功と言っていいだろう。今回は桟橋部分の特に材質に関してクローズアップしたけど、もちろん他にも紹介しきれないいろんな技術が使われている。
工法の入念な検討から高性能な素材の供給、そして高度な海洋土木工事まで日本のエンジニアリング技術を結集した成果だな。なるほどねー。施工技術はもちろん素材開発も含めた総合力が発揮されたわけか。今後さらに航空需要が増加するのであればもっとすごい技術が見られるかもしれないな。では今回はここまで。最後まで見てくれてありがとうだぜ。